誰が何誰が始めんねん。俺か。俺そらそう。どうも、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、どうも、世界一、恒例の、先週から恒例のですね、はいはい、YouTube、おんのみトークということで。ね、そうね。ね、今日も、おのおのステイホームからお届けしております。はい。そうですね。どうでしょう、自己紹介などやっていきましょうか、じゃあ。やるんかいな。先週やってない。いや。先週やらんかった。やってないと思う。やってない。うん、じゃあ、先週やらんかったから、今週はやろう、じゃあ。まあ、やろうか。そうね。新しい人もいるかもね。うん、あ、そうそう。うん、そうね。では、ボーカルギターの岩崎圭です。よろしくお願いいたします。はい、ギターの中内正幸です。お願いします。ドラムの吉澤京です。お願いします。はい、ということで、3人揃って世界一ということでですね。はい、はい。今日はですね、あれですか、なんかいろんなお話もしつつなんですけど、うんうん、まあ、今日ちょっと僕、自分家なので、うん。うん。先週は自分のスタジオっていうか作業部屋でやったんで、ね、はいはいはい。結構、声のボリュームとか、何にも考えずに喋ってたんですけど。まあ、ちゃんと防音設備あるからな。うん。はい。まあ、今日は、ひたすらローテンションでお届けしたいなと。これ やっぱ苦情になるからね、張りすぎて。俺ときょうちゃんもそうやけどね。そうある程度のボリュームがあって、そうそう、きょうちゃんなんか笑いすぎたら、うん、レコーディングブースのね、扉2つ分ぐらい突き破るぐらいの声してるの。結構街中で思わず本気で笑うと結構な人数が振り返るな、うんだろうな。ああ。そう思う。だと思う。そうね。うん。スコーンって、なんかね、なんていうの、なんか、稲妻みたいな声が、スーンって飛んでくるから。そう。ね、高いよね。高い。スコーンって抜ける。高いね。そう。うっちーとかその辺、そんなに、なんていうの、苦情とかあんま来へんだろ、家、うん、来ない。もうセーブしてるわ、セーブしてるんや。してんねや。そう、セーブしてる。ほんと、下張るやん。下張るよ、そら。そらそうやで。え、ないくん、くん言うて。ほんで、中内くんはさ、うん、中内くんは、木村拓哉には会ったことあんの？ないんです。あ、これね、皆さん、ちょっと何にも分からへん人に、ちょっと説明だけ。すみません。まずそこからなんですけど、中内くんって、はいはい、昔っていうか、まあ、去年か、あれ。いや、今年でしょ？今年か、あれ。今年。1月じゃない？あ、そう。そうね、そうね。うん。木村拓哉さんのアルバムでですね。うん。何曲か実は参加してるんですよね。すごない？一曲か。一曲か。一曲。これ、だから合ってないのか。いや、でもさすがにね、歌入れだけだわ。はい、あ、本人、まあ、そうだよね。うん。そう。お忙しいしな。うん。じゃないと、やっぱり十何曲あって、うん。全部来るぐらいのスケジュールは取れない方だと思う。そらそやわな。だと思う。うん。まあ、その代わり、ね、そうそうたるミュージシャンと一緒にやらせてもらいましたけどね。ああ。ええ。でしょうな。いや、もう、これだから、中内さんがね、やっぱ、はい。まあ、言ったらもう芸能人の、ですよ、もはや僕らからしたら。全然違いますけどね。全然違いますけどね。はいはい。まあ、ちゃうか。ちゃうな、ちゃうわ。ちゃうな、ちゃうな。ちゃう。普通の人。そうだ、普通の人。ほんで、吉沢君、一体今日は何の話をするんだい？まずは、そうね、せっかくやし、前回もやったけど、近況報告からします？この一週間何してましたか？一週間、ね。この一週間の近況報告すごいね。なんもない。いや、あるけど。ほら。おまあ、なるほど。うん。まあまあ、僕今日から、うん、プロデュースバンドの、おプロデュースさせてもらってるバンドの、うん、はレコーディングが始まりました。始まったから。なんかいいですね。うん。
ね、いいね、はい。戻ってきた感じがしますね、うん、日常が。あ、ほんとほんと、そう。でもね、やっぱり、うんうん、とはいえ、まだ、あれじゃない、ちょっと、限界体制というか、まあ、ちょっとした。あ、まあね、うん。それは守りつつ、なので、うんうん、1日に6時間から8時間ぐらい、うん。っていう時間制限と、うん、あと、人数制限もね、入ってる。人数制限、うん、スタジオ内に6人以上いないようにするとか。へぇ、まあなんか、そういう制限がありつつではあるけど、うん、まあちょっとずつ始まりましたね。いいことやね、でも。うまいね。まあ、ね、よかったなぁと思いながらですね。うん、そっかそっか。僕はそんぐらいです。吉澤さん、いかがでしょう。僕は、この1週間で言うと、うん、配信ライブがありましたね。うん、サポート現場の、うん、それは木下桃香という女子がいまして、うん、元 NMB48。 あ、そうなの。そう、ナンバへえ。あ、ナンバー、うん、の配信ライブがあって、ベースがキャノンですよ。おで、なるほど。ギターがね、ヒントの伊藤くん。お、やば、やばいね。やばいね。いいね、いいね。で、途端にやばくなるね。そうなんよね。伊藤くん。そうね。しんちゃんが入ることによって、途端にやばくなる。伊藤くんが入るとね、途端にやばくなる。いや、だから言うとくれ。繰り返した。同じこと、オウムや、オウム。言うな。オウム吉沢。もうやめとけ。それも嬉しかったですけどね、ライブができたっていうのは。そこですよね。うん、そうだね、うん。そろそろ合奏がしたいですね。合奏したいね。合奏はもうレス、ね、合奏レスです。合奏レス。ほぼないですよ。合奏やな。うん。うん、中内君は？あ、そうね、うち、ん、俺はね、この前撮ったやつのメガネがね、ここに来ましたよ、これ。うちはもうメガネばっかり。あれ、メガネばっかりですよ。ね、中内さん。やっと届きましたよ。ね、鯖江市からお取り寄せしたという。お取り寄せというのか。そうそう。あとはね、この前、いたマイカちゃんの、あ、はいはい、手洗いソングがね、リモートでやったんですよ。うん、ね、それちょっと手洗いソングのこともうちょっと聞かせてよ、うん。あんまよくわかんないけど。俺も参加ミュージシャンの方全員知ってるわけじゃないけど。はい。まあ、ネギシさんとかベースで言えば。おぉ。ネギ、ネギ坊と言われてる。まあまあ、そうそう。で、まあ、撮ったんですけど、それが今、ね、牛乳石鹸の、なんかテーマソングみたいな。今ね、鳴ってた。うん、すごい。素晴らしい。そう。あとはね、まあ、こんな感じですかね。はい、クリア。ちょっとね、プロテインパウダー買ってみました。鍛えんの？プロテインパウダー。おえ。いや、ちょっとね、もう、そろそろ40やんか。ええ、ええ。まあ、K も近いやろ？はい。まあ、きょうちゃんはもうね、先輩やからさ。そうね。だそろそろこんなんも試してみたらいいんじゃないかな、プロテインパウダー。どういうこと？筋トレしましょうってこと？筋トレ、あ、まあそうね、でもそうね。うん、うん、筋肉今のうちにもうちょっとつけておこうかなと思って。あ、打ってもそうやもんな。ワークアウト、ワークアウトね。うん、そうね、そうね、そうね。なるほどね。うん。いいじゃないですか。まあそんな感じ、そんな感じです。はい。なんか、ウッチーだけちょっとなんかさ、趣味の幅が広いっていうかな。確かに確かに。なんかね、本当ちょっと、うん、人生楽しんでんのよ、ね、なんか。リア充。リア充。そうなんですよ。リア充感が出てんのよ。確かに。だって、ケイもレコーディング始まったやろ？はい。だ、今日じゃん、またライブ配信やったやろ？うんうん。うん、いや、めっちゃいい。うちはプロテイン、プロテイン飲んでるよ、うち。あとメガネ、ね。プロテインね。中内くんだけね、音楽じゃないの。そうね、そうね。いや、音楽人生を楽しむ方。いや、いいよね。所ジョージみたいな。まあまあ、あ、それはいいね、それはいいね。世田谷ベースね。世田谷ベース。そうそう。
そうですか。あれですか？何ですか？吉田さん、なんか、どうしたんですか？吉田さん、目が死んでますよ。え？いや、最近さ、いや、なんかさ、はい、こう、家にいて、できることを、うん、なんて言ったらいいんやろな、その、まあ、4、5、6で僕、ライブがね、20何本飛んでるんですよ。辛いな。笑ったらあかんねんけど、笑ってないもん。二十何本飛んで、レコーディングも飛んでるわけですよ。いや、それでもさ、もう、そんな中でも食っていかなあかんやんけ。まあ、ね、そうやな。だから何かこう、いや、家でできることで、なんかどうにか、お金を埋めないかなって思って、いろんなこと始めたわけ。例えばほら、みんなにも参加してもらったハレルヤもそうですよ。言えば。うん、ええー、そうですね、で、まあ、それもあるし、いろんな、なんか、リモートで、レコーディングとかさ。うん、ええー、我々、ね、家でできる、ね、そう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 、うん。家でできる案件が結構、増えていってたのよ。うん、なるほど、なるほど、はい。で、家でがっつりやってる案件が増えてきつつ、うん、さっきも言ってたけど、日常が戻ってきたから、忙しさが半端ないの、今。わかる。そうやんな。そう。そう。俺もね、思ってた。その、うん、意外とさ、これ、4月って、うん、飛んだばっかりで、結構、なんていうの、ちょっと暇やったっていうか、はいはいはい、ちょっとどころかじゃないぐらい結構暇やったやんか。うんうん、まあ、そのバンド系とか、あと、なんていうの、その、まあ、いわゆるライブとか、うんうん、音楽業界の人たちからもらえる仕事っていうのは結構全滅したの。うんうん、俺も、うん、でもそ4月はそれで全滅して、うん、で5月ちょいちょい動き出してて、うんうんうん、さっききょうちゃんが言ってたみたいに家でできそうな、まあ、リモートワークって、ね、うん、はいはい、でそれプラスその他の案件がボンポンポンって動き始めて、うん、あれなんかちょっと忙しくなってきたぞっていう状況が、うんうん、今だからそれがついにさっききょうちゃん言ってたみたいに現地に赴いて仕事もして、うん、でリモートもなんかやってなんかやらなあかんことがめっちゃ多いみたいな、いいことじゃないですか。まあ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 、ね、でも本当ね、うん、新しいやり方をすげえ考えた4月5月でしたね。まあそうね、うん、そうですよ。でその、うん、話がそれともつながってるんですけども、はいはい、ベーシスト感謝祭です。お、そうだ。いや、はい。そう、ベーシスト感謝祭もそういう、まあ、流れを受けて、うん、新しいやり方でやらざるを得ないと言いますか。うん、そうだね。はい。で、まあ、前回のね、この、YouTube のやつでも喋ったけども、まあ、ちょっとね、会場に客を入れるかどうかっていうのが、直前までわからんなっていうところに落ち着きまして、うん、とりあえず、まあ、今回は、配信メインに考えようかなと。うん。はい。で、7月とかに入って、ライブハウスもお客さん入れていいですよってなったら、メールの取り置きとかで、うん。数十名とか。限定でね。限定で。なので、うん、まあ、基本、配信メインで考えようかなと思いました。うん。うん。今はその方がいいかもね。うん。今回配信がメインだったりするから、その、なんか、あ、そうやな。アーカイブもね、アーカイブとかも残していくかもしれないわけでしょ。これまでは、お客さんの中ではもうさ、まあ、我々もキャリアそろそろ長いですよ。うん。なんで、お母さんになって、なんていうの、もうライブとかなかなか自分の時間あんま使えてないよっていう人とか。いや、あるよ。うん。ね、お父さんによって、もう結構役職的に結構上の方行っちゃったからあんま行けてないわっていう人とかもいっぱいいると思うから、うん、なんかそういう、なんかね、自分だけの時間のために使ってもらえるような、なんか自分だけの時間みたいな。なんかそういう風に我々のライブを使ってもらえたらいいかなと。うん、すげえいいこと言うね。いいこと言う。これです。オンラインだろうが、生だろうが、ええことを言うんです。
今は俺と京ちゃんが悪いよ。俺と京ちゃんが悪いと思う。うん、今のは二人が悪いな。うん、ちょっと。まあ僕ももちろん悪いけど。そう、じゃあ、わかった。K は悪くない。K は悪くない。わかった。今の全部カットするわ、だから。ごめん。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、そうは言ってない。なんだよね。もう一回やらなあかんの、これ。いやいや、大丈夫。でもまあ、いろんなやり方は模索していきたいよね。うん。ね。そうね、ほんと。って思う。はい。みたいな感じですけど。まあでも本当に、はい、うん、めちゃくちゃ、ことになりそうな予感しかしてないですけど。うん、うんうんうん。そのベーシストかもしれない。それはね。うん。まあ皆さん、どんなベーシストが出るのかな、みたいな気になると思うんですよ。あ、ほうほうほう。5周年やからね。確かに。うん、5周年。そう、だから今回、ね、5回目。そう、5回目だから、結構それを記念して、2days にしようみたいな話を、その、うん、前から言ってたじゃない。うんうんうん。そう、だからそれを、まあ今回 2days にするんですよね、吉田さん。そうです、そうです。うん、2days。はい、で、まあ、その、まあ一人ぐらいはちょっとベーシストをご紹介できないでしょうか。言っちゃう？言っちゃいましょうよ。言っちゃおうか。一人だけ言っちゃおうか。一人だけでいい？はい。はい。じゃあ一人だけ、じゃあ僕の口から言っていいんですか、これは。いや、いい。もちろんです。じゃあ、ちょっとまあ一人発表しちゃおうかな。はい。はい、実は、今回は、はい。なんと、春が出ます。もう、まあ、そうやろな。そうやろな。なんか違うのよ。何？まあ、春は出るのよ。ね、そうや。いつも出てる。出てる。5回出てるのよ。もう5回中5回出るから。うん、解禁者。5回中5、うん、そう。ベーシスト感謝祭5年やってます。ね、5回中5回出てる。うん、そうね。まあ、もう一人。あれ、不満？ちょっと不満っすね。もう一人。もう一人か、うん。もうみんな絶対、まあ、いつも来てくださってる皆さんからしたら、もう分かってますよ。春は出ますよね。はいはい。で、まあでも、あ、ほっとしたなっていうのもあると思うんで、まあちょっと次、なんか。うわー、二人目、センス問われんな、これ。怖いな。完全アドリブですからね、今ね。はい、まあちょっと。でもすげえいろんな、こと考えて、誰言ったらいいかなって言ったら、意外性も込みで、勝手に言っていい人ってなったら、久々に出演してもらいます。よっ、あ、逃げる気？キャノンが出ます。おいおいおい。何？いや、いいやんか、別にいいやんか。いや、まあ、ええんだけど。何？キャノンは嬉しい。キャノンは嬉しい。いや、嬉しい、嬉しい。今ちょっと自分に挑戦しようみたいな、なんかそういうの出てたやん。どういうことよ。アグレッシブにこれちょっと言っていいんかな、みたいな。こんな、大ニュース感出したから。ええやんけ、キャノンやんけ。いやいや、キャノンやんけ。キャノンめっちゃ最高よ。最高よ。大ニュースやんけ、ほんじゃ。大ニュース。中ニュースか。おう、やめとけ。いい。言い方や、言い方。わかった。でも、それはすげえ嬉しいよね。久々やもんだって。ほんと久々。うん。ちょっと、キャノンってホズトーンって感じ。もともとやってて、まあ一緒に世界史とホズトーンでもね、この間ハレルと一緒にやらせてもらったけど、やっぱりこう、キャノンと、もともと我々のところにいたベーシストのケンタロウっていうやつは、うん、何がしかのタイプがそっくりっていうか、近い、ね。そうね。うん。だからなんかこう、初めて一緒にキャンちゃんと、ライブをやった時が、確かジュースをファンダンゴやったね。ああ、そうやな。ああ、うん、そっか。うん、その時って、みんなどう思ったか分からんけど、俺めちゃめちゃやりやすかった。ああ。うん。うん。キャンちゃんはおそらく、その、ベーシスト感謝祭ライブでは、また、ケンタロウの完コピをやってくれるんじゃないかな。ね。いや、ほんとあれすごいと思うよ。そう。完コピしつつ、うん。ちょっとなんか、オリジナリティ挟んでくるんちゃうかなって思ってて。うん。世界一をやってくれる分においての、はいはい、キャンちゃんのオリジナルって言っても、うん、もうなんか、バンバン出してくれそうな気がして。うん、楽しみやね。かなり楽しみなんですけど、うん、非常に、そういう意味では大ニュースでしたね。うん。そういう意味ではいらん。はい。はい。はい、ということでね。はい。どうです？どうです？もう皆さんお知らせとか、あ、お知らせありました。ありました。はい。
ベイビーステイホームっていう、楽曲を1982年生まれのミュージシャンで作ったんですけど、それがまあ4月の16とか18に最初にリリースして、うん、で、それのね、なんと第2弾できました。おすごい。おありがとうございます。ボーカリストは全員一緒っていうか、まあ、声は一緒、歌曲は一緒なんやけど、うん、4人のミュージシャンによる、その、リミックスをやっていただくことができました。はいはいはい、すごい。これ、もう本当めっちゃ良くて、もうマジで聴いてほしい、最高。マジで最高なんですよ。うん、なんで、ちょっとね、これはまた、あの、おとといっていう、はいはい、音楽の配信サイトあるので、うん、そこで、ご購入いただけます。そして、今回も、僕らが選ばせていただいたっていうか、お世話になったライブハウスに全額ドネーションです。すごいね。すごい。なので、本当に今回も応援していただけたらなと思っております。うん。素晴らしい。ということで。素晴らしい。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい。お知らせ、お知らせごとは、我々がやったハレルヤが明日、明日6月の5から有料配信が始まります。素晴らしい。ようやく完成版。はい。ようやく完成版。めちゃくちゃいい感じですよね。うん、ね、いい感じ。っていうのが1個と、もう1個は、あさってにまた、渡来くんとか、キャノンとかとやってる、あ、オスナもいますね。うん、オスナもいる。あの、カバーバンド。奇跡のトマトズ。そうだ。が、フィーバーからライブ配信やります。あ、すごい。アイちゃんも呼んでるんで。6月6です。あ、俺もありましたね、1個。うん。あ、そうやんか。6月、そうや、そうや。6月7。そう。うん、初恋の嵐っていう。うん。もう伝説のバンドの、はいはい、配信ライブが決定しまして、あれそれもフィーバーじゃなかったっけ？フィーバー。それもフィーバーです。そうやんな。はい。で、それは、ボーカリストが僕、うん、そして、ゴーイングアンダーグラウンドの松本壮、うん、で、メレンゲの久保君。はい、うん。この3人でお届けしようかな。絶対いいやんか、そんな。はい、超楽しい。どっちにしてもいいわ、そんな。ぜひこれはチェックしてほしいですね、皆さんに。ぜひぜひ。ね。はい。そんな感じですか？そうだね。中地くん大丈夫？うん、大丈夫です。了解です。はい。じゃあ、今日のところはこの辺にしておきましょうか。そうですね。はい。長々とお付き合いご苦労様でした。ありがとうございました。ということで、また来週って言っていいですか？来週かな？うん。はい。わかりました。また来週お会いしましょう。瀬戸内でした。バイバイ。また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 。はい、なら。